今回は、こんなに弱い中国人民解放軍を紹介します。中国人民解放軍の本当の実力とは巨大化したかに見える。中国の軍事力は、実は貧弱。米軍の F224 機で中国空軍の200機が全滅する。かつて和光は、たった300人で南京を攻略した。 なぜいつもこんなに中国兵は弱いのか自衛隊での実地体験と膨大な古今東西の文献から研究した全く新しい角度できる中国の軍事力旧ソ連の部品がベースになっているのでボロ屋の屋上に矢を重ねたおもちゃの虎だった昨今日本の領土である尖閣諸島に 中国が頻繁に領海侵犯をし、2週間は過去になかったほど緊張感が高まっています。本書の著者、兵頭28さんは、過去自衛隊に任官されていて、その実体験を踏まえ、独自の軍事評論を行っています。この兵頭さんですが、まず、中国の国名をシナと表記するのが妥当だと主張されています。少し前 石原元東京都知事がシナと言って品種を買いましたが中国というのは国名かどうかかなり疑問がありますから私もシナあるいはチャイナと表記するのが正しいと思いますそして中国人民解放軍がいかに弱いかについていろんな点から論証されています日本の取るべき立場は最後に兵道さんが書いているように 年老いたのの覚悟ででことに臨むことのようです。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。